はいどうも皆さん、キャシーと申します。本日は海外のフリーホラーゲームアンダーを遊んでいきたいと思います。こちらどういうゲームなのかというと、舞台は第二次世界大戦の真っただ中、気づいたら周りに仲間は誰もいなくなっていたというところから始まるようです。早速やっていきましょう。スタート。これは防空壕かなんかなのかな。ディセンバー、ああ1941年の12月。なんか防空壕みたいなところで目を覚ましたんだけど、仲間が誰もいないよっていうことなんだろうね。これとかは拾えないのかな。あ、勝手にフラッシュライトがついた。ダッシュもできるね。ジャンプ、あーできるけど、ひっく、ジャンプ力全然ない。あーでも自分の体ないタイプだこれ。ジャンプ力が全然ない。まあ、とりあえず周りを探索しながら行こうか。上にも行けるね。こっちは？まあ、探すのが目的って話だから、いろんなところに行かねばならぬのだろうけど、これなんだ俺？ん？あ、なんか、できんのかな？なんか文字出てるように見えるけど。ちょっと待ってね。開けたりとかは、うん、なんか何もできないっぽいな。調べたりみたいなのもない。銃とか折ってるけど、これも取れない。そもそもしゃがむがないね。じゃあ、上に行きましょうか。登ってけばいいのかな？引っかかんな。結構深いところで目が、ん？何？目が覚めたみたいだね。高っ。結構本当に深いところにいたんだね。なんだ？まあとりあえず順番に見ていく感じでいいかな。あ、なんかテキストがあるっぽい。E で見れるっぽいね。で、Q で外れると。とりあえずこういうテキストを見ながら、状況を把握していくみたいな感じなのかな。まあ、プレイしている私はまだ何にも理解してないんですけども。とりあえずどんどん登っ、何？何？なんか変な声が。何の声だ？ああ、でもまだ一応上はあるけれど、声のする方に行ってみようか。いや、こっちが声のする方なのかもよくわかんないんだけどさ。とりあえず、ん？なんだこれ？なんか変な影が。何の影？あ、暗い。まあ一応フラッシュライトは持ってるみたいだからいけないことはないけれど、なんかさ、メットだけ、ヘルメットだけたくさん折ってるけどさ、なんだ？なんか不穏な影が。メットは折ってるんだけど人はいないね。え？こっちか。あ、何？なんだ？誰かが走ってった音が聞こえた。この息が荒いのは主人公ってことでいいのかな。まあ、とりあえず追ってってみようか。ここら辺はもう全然明かりがない。あれ？ああ、ここか。もうちょっと明るくなりませんかね。ていうか、目的は脱出することなのか、仲間を見つけることなのか、はっきりしてないよね、そういえば。
応ストーリー的には仲間を探してっていうことみたいなんだけど、ん、他の部屋を調べてからみたいなの書いてあった今。おおおお、え、あ、え、あ、ん、ん、どういうこと、どういうこと、どうなったの今。あー、これはさっきの通路を通った先にちゃんと来たのか。あの化け物はどこ行ったんだろう。別に調べられるものはないのかな。走って逃げたっていうことでいいのか。別に襲われる系ではないってことなのかな。まあ、そんな早く走れるわけじゃないから、あれだけど。あ、これで通れるようになった。つまりさっきの化け物を見てからじゃないとここは通れないよっていうことだったんだね。もうちょっとさ、光量上げてくんないかな。視界が悪すぎる。なんだ、またやつがいるのか。あれ、どうした。なんでロードが入ったんだ。まあいいか。とりあえずこの先も行ってみるか。あれ、なんもない。これはボム、爆弾手に入れたけど何のために。あ、あの化け物を爆破するってこと。まあ、とりあえず爆弾手に入れたけど。とりあえず戻ればいいのかな。何？いる？走ってろー！捕まっちゃった。え？どういうこと？ボムを手に入れて、タイムボム、次元爆弾。これどうやって使うの？で、まっすぐ行ってもあいつ来るだけだよな。これどっかに設置するっていうことなのか、別の方法で逃げる？向こうから来るよね。うわあ！え？どういうこと？あいつ、後ろから来てたのか、もしかして。こっち何もないはずなのに。ダッシュして、前の方に行かないといけないのかな。今、後ろに交代したらすぐ捕まったから、今度はじゃあ、まっすぐ、ずっと走ってってみようか。これ、物に引っかからないように行かないとダメってことか。こういうこと？これで、長い。なんか変わってる、マップが。そのためのロードか。いや、でも、そういうわけでもないな。え、どこに行けばいいんだ、これ。うわ、めっちゃ追ってきてる。あ、これ絶対違う。これ絶対違う。下に降りちゃった。え、どうしたらいい、これ。積んでね、これ。ああ、走ってきてる。うわ、気持ち悪い。気持ち悪い。これ無理だ。多分上に登れってことだよね。一番上行ってないもんね。一番上の階にまだ行ったことないから、一番上の階まで行ってなんかすればいいんでしょ？あ、こっちの通路で合ってる？あれ？合ってるか。ああ、そういえばそうだね。こんな通路通ってきたな。誰かいる。おお、フェイント。とりあえず抜けていって、上に行けばいいんだよな。下に行っても逃げ道ないしな。まあでも、そもそも次元爆弾を何に使うんだっつう話なんだけど。こっちに行けばいいのかな？
こっちのルート知らんぞ。あ、引っかかった。あぶね。とりあえず上に逃げる。ちょ、引っかかった。で、え、行く場所なくない？え、どうすんのこれ。あ、あ、なんか引っかかってるあいつ。あ、これ上ないよな。あいつめっちゃ引っかかってる。何あれ、背中気持ち悪。え、これ一番上はだから何もないっていうことだよね。これ上じゃなかったのかな。元来た道を戻るべきだったのかな。どうしようかな、これ。じゃあ、もう飛び降りるしかないよね、これ。いけるか、これ。いけたわ。え、上行ったけど。ここ来たとこだよね。だ、下に行けばいいのか。ここってなんだっけ。ああ、テキストあったところか。多分ここじゃないよね。律儀に降りてきてる。とりあえず一番下、あれ、一番下まで来たけど、これ違うよな。こっち？マジで何に使えばいいのかがよくわからん。あ、これか。なるほど。ここに設置して。ファイナリーエスケープ。あ、夢落ち？もしかして。え、主人公死んだ？もしかして。なんか死んだ感あるな。アンダー。あー、よくわかんないけど、とりあえず戦争中に気を失って見てた悪夢ってことなのかな。悪夢から一応脱出することはできたんだけど、結局死んでしまったと。なんという救いのないホラー。でも非常にクオリティ高くて面白かったですね、ショートホラーなりに。はい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。